どうも、よしきんです。いや、前回はね、ちょっとね、意表をつかれまして2日目いや、前回これ、タイトル画面がすでに怖いんですけど、喋ってる最中にいきなりこんなん出たら声出るでしょうよ。ほんともう怖いわ、最悪や、最悪ね。ということでやります、2日目。え、ストーリーモード、タイムアタック、ベストスコア、なんなタイムアタックってない。第一章、過去の亡霊。目を失った魂は見ることができない。それはあなたが、子供の目は小麦がなく純粋だ。早い早い早い。彼はその笑顔で誘惑しようとするだ。だが近寄ってはならない。彼は罪の産物だからだ。彼は新生児や近親者を探し求める。急に出んなよ。いや、真っ暗だなんですけど。え、屋根裏部屋を探索する任意、おもちゃを調べる任意、消えたメモを探す任意、準備ができたベビーボットも X を押してゲームを続行。どういうこと？ベビーボットの X、ベビーベッドの X？ え？何？ベビーボベッドのバツを押してゲーム、あ、なんか出たね、今一瞬出たね。X ボタン押してる。あ、押しました。第一章、ある一瞬の記憶。恐怖が3つ解き放たれた。え、クローゼットの中、クローゼットのドアが開いたらすぐに照明をつけろ。ただし照明には時間の制限があるので注意が必要。ノックの音、ノックが聞こえたらすぐに照明を消さないと彼がドアを開けてしまう。メリーゴーランド、音楽を鳴らし続けないと彼の移動が速くなる。え？ B ボタンで睡眠アイコンをいっぱいにすると先に進むことができる。え？何なん？よくわからん。 A ボタンで手に取る。うっ！